熱海市伊豆山の土石流災害をめぐり、調査を続けてきた市議会の特別委員会、いわゆる百条委員会で、今日最終報告書案が可決されました。不適切な盛り土の造成に対する市の対応について厳しく批判する内容となっています。おととし7月に起きた熱海市伊豆山の土石流災害をめぐり、熱海市議会はおととし11月から百条委員会を設置し、市の行政対応について調査を進めてきました。熱海市議会はこれまでの調査で明らかになった問題点などをまとめた最終の報告書案を今日の調査特別委員会で可決しました。報告書案では届出書の不備に対する市の不適切な対応や措置命令を出さなかった市の判断について問題点を指摘し、市長や行政の責任を厳しく問う内容となっています。市長並びに市当局にはそれなりの責任があった、その辺を十分ですね、認識していただきたい。反省点もですね、市長に述べて、行政の皆さんにも直すべきところは直して、しっかりですね、対応していただきたいと思います。百条委員会の調査は今日で終了し、報告書案は今月15日の本会議で議決され、市長に手渡される予定です。